お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、焼き鳥選手とですね、BO3 をやっていきたいと思いますので、焼き鳥、この方なんですけど、なんと宝箱はミミクルだったさんのクランに、という、クランにずっと所属している、選手なんですけど、僕がファブゲーミングで一生ですね、ずっと 2v2 をやってきた相方みたいなもんで、なんで、その相方をやっつけたいなと思います。で、今回ガチの BO3、3戦ですね。BO3、3戦やって、2試合やった方が、2試合勝った方が勝ち。ということで、こちらのですね、この僕のオリジナルなんですけど、強い、ガチで強いデッキです。本当に強いデッキで。よし。本当に。マジで強いデッキです。オッケー。さあ、よろしくと。で、これはラバディガーなんですけど、そのバルーンは入ってないラバですね。大体は迫撃。なるほどね。で、今相手はこうウッド使ったんで、こう出してあげて、飛んでくる前に、オッケー。で、相手は、多分アウトロー、厄介っすね。本当に。このデッキがマジで多い。アウトロー迫撃のデッキですね。ここはもう、ラバ展開してあげて、で迫撃のもうダメージは少々無視っていいかな。で、ここはもうガゴムレ出してるところで、防衛できないんで、ここも無視っすね。一回捨てて、でも無視しすぎるとサンクロ折られちゃうかもなんで、一応コウモリで防衛で、よいしょ。でもディガー飛ばしてあげて、やりゴブ処理。大体もうこれ多分防衛できない。これ矢の雨打ってあげて、よいしょ。で、ラバ破裂したのもこれ、よし。一個落としましたね。11ですね、これで。よし。相手迫撃なんで、ここ一個落としたのはでかいっすね。相手が迫撃出してもすぐアウトローで、いや、インドラで処理できるので、よし。マジで勝ちたい。結構、普段から、よく BO3 とかもしてて、勝率が五分かな。よし。で、ここコウモリで守って、それだるい。けど、アウトローが、やっぱガゴムレに対して強い。よし。で、ここからですね、後ろからしっかりゆっくり形作りたいですね。で、防衛からの、ここで、ラバ重ねてあげて、来るよね。よし。これはコウモリで処理したいですかね。で、これ、ここで、いや、ダメ。よし。やばい、インドラがやられた。で、うまいな、けど、一回後ろから行きますかね。一回後ろからもう一回組み立てて、相手のアウトローとやりゴブとかどう処理するかっすね。コウモリ出して、うまい。それうまい。リクイニットいなくなったんで、これで。ですけど、ここで一気に攻めて、で、今相手ザップ使った、多分ザップ使ったんで、使ったけど、いやー、待って、勝ちたい、マジで勝ちたい。なんで迫撃来たら墓石でターゲット取るんですけど、多分ガゴムレとか出されるかな。この辺に迫撃読みインドラ、外れる、ヤダーム打ってインドラ残して、これにラバ重ねたところで防衛されるんで、よしコウモリ出して、もう一回後ろからっすね。いや、待って、これ結構しんどい。やばい、これ陸がいない。やばい、ターゲットが、いやー、待って、焼き鳥に負けるのやだ。いやー、これは迫撃入って GG っすね。くそ、いやー、しんどいな、ハッキキティが。BO3、参戦勝負なんでね。こっからですね、こっから2本。で、
まあどれでいくかな。いやこれでいこうかな。これ結構自信あるんですよね。これなんかネタに見えるんですけど結構ガチで強いんで、まあそんなやったらどれも強いんですけど、いやーマジでやだ、マジでやだ、本当に勝ちます、もうガチなんで。やっちまったスタンプっすね、かわいい。で何も来なければ D 側で、ああなるほどね。ああこれはわかった、バルーン焼き鳥、バルーンも練習してたんでこれはバルーンデッキですね。バルフリだと思われますね、やっぱり。おいしおいし、ちょっと待って、やばい、コウモリコウモリ、いやー、お危ない。まあまあまあ、なんとか耐えて今アド取ってるんで、よしよし、ウッド転がしてポイズンを使ってもいいですね。アド取ってるはず。あー、五分だったか。まあ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 。で、バルーン来たらもうテスラトレーネがあるんで、よし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 。もう、多分焼き鳥も僕のデッキにも気づきましたね。この外役デッキに。よし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 。あー、なるほどね。なるほどね。よいしょ。トルネードで吸ってテスラに行って OK、 よし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 、いやもうこれはもう勝たないといけない相性ですね。よしよしよし、あーでここのロケット打つのはやめていきましょうか。一回防衛から行きたいですね。で延長が長いんでこっち来て、待って、やばい、それやばい、待ってこれフリーズ来る、やばい、待って、オッケーオッケーオッケー、よしよし、え待って、なんでなんでやなんでやなんでや、待って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 、なんでや、あのテスラの位置にバルーンが釣られない、よくない、マジでよくない。でもあと700なんで相手はスペルがない、これ守りたいっすね。よいしょ、で多分どうにか爆破を入れたいけど、まあまあ今回は我慢か。やばい、いやーこれにロケットか、ちょっと待って、いやーしかも爆破入る、くっそ、ちょっと待って、やだマジやだマジやだ、焼き鳥うまいなうまいな、オッケーオッケーオッケー、まあまあ今回耐えて、うわーザップ削りとかセコセコ、うん、ちょ待って待ってちょ待って、いやもう待って待って待って、え焼き鳥うまくね、ちょ待って、オッケーオッケーオッケー、ワンチャルワンチャルワンチャル、あーオッケーオッケー、マジでワンチャルマジでワンチャルマジでワンチャル、あと相手ザップ2回なんで、いやもうこれこいつはもう勝ったと確信してるんで、ここをもう今からボクります。ここにテスラ置いてウッド転がして、オッケーオッケーオッケー、もうこいつは勝ったと思い込んでます。あほらもうもうもうミスミスミス、いこれはあるマジであるマジである、D 側からのロケット、よしであとポイズ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 、よし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 、うっとうっとうっと、でもう最後トルネードで、はいはいはい、もうこれは気持ちいいですね。いやーいや危な危な、めちゃくちゃ危ない、はぁ、でこれで今1-1ですね。で次次ですね、次が大事で、焼き鳥の得意デッキがまあクロスと、あとなんか意味わかんないなんか高回転バレルみたいなデッキ使うんですよね。なんでこれがいいかな、高回転バレルクロス、何が来るか分かんないですね。でもいやでも変なの来そうやな、変なの来そう、いやこれでいくか、一応まあ何にでも立ち回れる、
鬼枯渇で、よし、行きたいと思います。いやー、ここ勝ちたいですね。さあ、ふぅ、じゃあ最後、いやー楽しいな、楽しい、普通にフルバトするだけでも楽しい。いや、このスタンプが可愛い。え、マジでこのスタンプ持ってない方はぜひ買ってほしい、マジで。このベロが可愛い。で、まあ、おー、なるほどね。と、リガー飛ばして、メガゴウッド、ジャイか。ジャイっすね。多分ジャイ、多分ジャイ。で、これは、あー、なるほどね。ギャングで、サンスペジャイっすね。いやー、早ザップ。あとこれメガゴ入れたくない。今相手ザップ使って、マスケが出る。これマスケノックバックで前に出てガゴで、あーガゴ一発、オッケー。で、ここでジャイ来たらもうしんどい。めちゃくちゃうまい。けどコストないか、さすがに。あーこれも良くない。いや、いやらしいな。すぐアイスピつける。アイスピつける。で、今、なんだろうな。多分サンスペ、ファイブウッドザップ。バレル飛ばしてムッドキいってプリン後ろ端前プリンで相手なんかユニット探して、これをインフェでアットか。もう一回インフェで防衛ですね。で、相手回転率が速いんですよね、この試合。マスケプリンスメガゴで、よいしょ、多分ザップ使ってくる。あー使ってきた、やばい、やばって、しんどくねこれ。待って、普通にただの負け試合になる。よくない、よくない、マジよくない。くっそ、まあ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 、一回ディガーガゴ無理して、ファイボかな。で、このディガーを無視してきて、インフェ出して、これは、多分、防衛できるはず。あー！え？そんな、読みウッドあります？ちょ、待って。なかなかやるくない？やるくないか？まあまあまあ。でも、500は落とせ、ん？やばい。待って、左、そんな削れられた？いやー、マジかー。マジかー。あ、マジかー、いや、負けたー。これは無理だなー。いやー、いや、負けましたねー。サンスペじゃいかー。くっそ。まあ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 。まあ、煽りって言いますか、まあ。まあ、グッドゲームの。いやー、悔しいっすねー。うまいこと、うまいことやられましたね。ということで。まあ参戦して、まあ一勝2敗ということで、まあ今回、僕は、まあ負けちゃいましたね。はい。ということで、まあデッキ、お互い使ったのがこんな感じですね。ジャイに、まあ枯渇に、うん、なんか変なのに、バルフリーに、迫撃ディガーに、まあラバー、なんかザップ枯渇みたいなデッキでございます。ということで、まあ良ければ、まあ、このデッキですね。使ってみてください。はい、ということで、今回は以上になります。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。